れ気味の天候で5レース以降は安定版仕様となりました。この時間帯もまだ勝せば収まりません。5日目の楽天銀行杯争奪戦は最後の準優勝戦となりました。12レースを迎えています。2マーク付近の確定6番の川野は定段からは大きく離れていきました。この時間帯の風向き、スタートライン付近追い風あるいは横風といった感じになっています。水面状況です。前半戦3着に終わったものの不動のシリーズリーダーは変わりません。1コースに1番の田中慎一郎、昨日の陰線はダッシュ勢にスタートでは主導権握られる展開でしたが、伸び返して1マークでは圧倒する逃げでした。1コースに1番の田中、2コースがここに来て連勝中です。2番の平田忠則、そして3コース前半戦は風が強い中コンマ04とスタートは踏み込んでいました。3番の吉田孝義、4コースは4番の金田由紀子が角位置、先月の筑前に続きましてこう一点予選突破4番のカナダ。5コースは前半差して1着地元岩国の清水浩二、前回の地元戦は準優アクシデントリベンジにかけます。一本持ちもここ2日間スタートは悪くありません。6番の川野真也、6コースインコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしました。1、2コースほぼ揃ったスタート、4コースから4番カナダも続く。ここは1番田中逃げ展開になります。3コースから3番吉田のまくり、内をついて2番の平田、差して追走も2番手がいっぱいで1番の田中寄せつけません。逃げました。スタートは前提正常でした。2番手2番の平田の後ろは3番の吉田、内から5番の清水上がってきた。3番手争い、3番手から2番手まで狙えるか、内から5番の清水、2マークの旋回、ここは2番の平田振り切りました。そして3番手は5番の清水の外は3番の吉田、まだここは3番手接戦というところ。2周目に入りまして早くも上位2人は抜け出しています。先頭1番田中、2番手が2番の平田、3番手ら水は競り合う5番の清水、外は3番吉田、内側狙ってやってきた6番の川野が先に丸も差し返す5番の清水、外を回って3番の吉田、この争い6番川野加わっていきましたが、3番手バックテレッジでは5番の清水が一定進半ぐらい前に出ています。内をついてきたのは3番の吉田、これから2周2マークの旋回です。3番手争い、ここは内から3番の吉田が先丸生かして5番の清水差し返す、ここは差しが決まります。これから最終周回上位3艇は1番5番1番2番5番で3番手、ここで5番の清水が2手進リード、3番の吉田が4番手、後ろは4番の金田、6番の川野は最後方交代です。最後のバックテレッジに移りまして4番手から内をつく3番吉田、しかしここも5番の清水は3番手守りますが、その差詰まってきた。さあ内から3番吉田、一気にここで並んできました。3番手争いもつれて3連単の1番2番3番では 3.7 倍ノッツ、1番2番5番では 5.7 倍ノッツ、最終ターンマーク3番の吉田差し返そうという5番の清水、これは届きません。最後は3番吉田3番手、先頭は1番田中合輪、2番平田合輪、3番吉田合輪、5番清水合輪、4番カナダ合輪、6番川野合輪。